どうも、コバです。イースエイト、ラクリマサオブダーナ、やっていきたいと思います。まあ、漂流者のね、続きです。で、まだ今から、2日目かな、漂流者探し。やっていきます。で、ここ閉じられたんだ。で、まあ、一応、かな。ダーナもちょろっと出てきたんで、まあこっから一応今作前の動画で言い忘れてたんだけれども、アドル以外で、イースシリーズ初めてアドル以外を操作することが、あ、そのなんていうの、メインでパーティー以外でその別世界の人間、全く別の人間ダンジョンで、アドル以外のキャラを使って操作する、いわゆる何だろうな、2人の主人公を使ってやっていくって感じ、ストーリーが進んでいくっていう感じかな。あ、そこにおるやんけ。メインどっちもいいから、先にドギーに話しかけますか。
今作から出た釣り。え、何これ、十字キー上またはタッチは見たから、十字キー上か丸。あー、タイミングよくね。なんかなるほどね、一応水があれば釣りはできるって感じか。もう釣りしてる。さて、俺もやるか。もう定規しかないんだ。あ、じゃこっちでできるか。See ya。しまった。これは見事だな。サディーナが釣れた20センチ。エクセレント。D か。
ら、あれは。おはようございます、皆さん。おはよう、おはよう。お、今その鳥が喋ったのか。オウムの一種のようですが。セベセタでもあった依頼ですよね。クエストか。ストーリーには関係ないのかな、そこまで。まあただ村の成長にもなるからやった方がいいと思うけど、まあここら辺はどこかな、動画外になる。てか動画外でしかやれないと思う。こんな感じだね、うん、これを言えばいいのかな。Thank you.
もうちょっと時間があんまりないんで、そうだね、今回はこの辺でいいか。はい、今回はちょっと短いかな、ちょっとカットしている部分がちょっと多いから、まあいいでしょう。前回はちょっと長すぎたせいなんだよな、本当は。はい、それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。冒険が待っている。出発しよう。うん、次ね。